はい、雨上がりました。ようよう上がりました。今もう11時ぐらいかな。雨上がったんで、これからいつものカフェに向かいます。わあ、けどまだ空ね、真っ白ですね。バンビエンマーケットです。バンビエのね、山がすっかり雲に隠れちゃって見えないですね。これ今日は一日天気悪いかもしれないですね。東の空はこんなです。真っ白。バンビエのサムニエクが見えてきました。バンビエサンサロですね。バンビエの北のサンサロです。このサンサロの手前にですね、ここメンって書いてますね。チョンキンシャオメンって書いてます。ここはあの中国人夫婦がやってる麺屋さんなんですけど、1回試しました。味はねなかなか良かったですね。距離的にもね、旅行者の方が歩いて行ける距離なんで、ぜひぜひバンビエにいらした際は、チョンキンシャオメン、お試しください。おお、こんなところにベーカリーができてる。ローカルベーカリーですね。パ
パッと見た感じあれでしたね、ベトナム式の、ココナッツミルクをちょっと入れた感じ、ココナッツパウダーですかね。で、あとあれを入れてるのかな、なんだっけ、出てこない、小麦粉以外にね、なんか混ぜるとね、すぐ軽く焼き上がる粉があるんですね。それを混ぜてると思います。ちょっと甘めですね、あれは。昔ながらのラオスのカオチ、フランスパンみたいな、もうしっかりとした硬いやつ、硬いフランスパンじゃなくて、最近はああいったソフトフランスみたいなのが主流になってきてますね。僕はね、硬いやつが好きなんで、ソフトフランスはあんまりね、得意じゃないんですよね。ちょっと山が見え始めましたね。見えない敵と戦ってますね。
さ、カメデミーもせっかく作ったのにね。まあ学生さんね、今でも勉強してるからね、この疫病の影響が収束すれば素晴らしく高いレベルのサービスが期待できるのではないでしょうか。うわ、また誰か亡くなったの、これ。なんかやってますね。あってね、ちょっとねびっくりしてもね、こっちがね笑いかければね、向こうもね笑いかけてくれるんですよね。これがラオス人のね優しいなーって感じですね。お、山見えてきた。
ガソリン下がった1万、リッター1万819